おはようございます。本田圭介です。インフットボールチャンネルが運営するウィナーズで、まあ話題にもなっていたトゥーリオさんブチギレ事件、マキヒカ未公開集みたいなやつが番外編で流れたんですけど、まあそれについていろんなコメントが来てたんで、いろんな意見が来てたんで、まあ僕がアンサー返していこうかなと思っていて、まあ何が起こったかというと、インフットボールチャンネルのウィナーズのシーズン2のエピソード2ぐらいで、トゥーリオさん、中澤裕二さん、平山聡太さんから教えをもらうという回があったんですけど、まあそこでマキヒカ選手がブチギレられた、怒られたで、それが本編で流れなかった、マキヒカチャンネルで、いやこんなことあってんみたいに言ってたことで、初日トゥーリオさんに怒られて、番外編で未公開編として流れたんですけど、マキ君がトレーニング中にトゥーリオさんにまぶち切れられたというカットになった伝説のシーンがあるということで、まあそれについてちょっと物申そうかなと思っていて、まず大きく勘違いされたくないのが、まず僕はトゥーリオさんが大好きですし、トゥーさんを本当にリスペクトしています。というのも僕なんかトゥーリオさん世代なんで、トゥーリオさんを意識してプレイすることもあったし、本当に大好きなプレイヤーの一人なんで、そしてブチギレられたっていう表現をしてましたけど、それを言うとなんかブチギレた側というか怒った側が悪いみたいになるんですけど、もう 200% 僕が悪いんで、僕はブチギレられたとは思っていなくて、ブチギレたというワードを使うことによって周りがわー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 盛り上がるからブチギレたというワードを使ったものの、僕は怒っていただいた、叱っていただいたと思っていて、まあそこは捉え方次第だと思ってるんで、僕は怒られるの好きなんで、叱られるの好きなんで、結構ラッキーだったんですけど、じゃあ何を怒られたんだっていうところなんですけど、まあ本編には僕がプレイしてるとこほぼ流れてなかったんですよ。じゃあなぜかというと、僕はプレイごとに叱られてたんで、良くなかったんでしょうね。じゃあ3つ開けますよ。まず1つ目が番外編の未公開で流れたんですけど、ヘディング被り散らかして怒られていたと。長尺怒られていたので、マキヒカっていうところで。これは絶対怒られるだろ。一番ダメ。いい。かぶなき。あれは、まあ、確かに僕が悪いんで、怒られてることは確かに合ってるんで、何も言い返せないんですけど、じゃああの時になんで笑ったんだって。あの時にニヤついたのがおかしいだろって言われるんですけど。このちょっと動画の真相について。どうしてこういう風になったの？これ、言っていいっすか？ほんまの真相。トゥーリオさんにこう俺怒られてる。その後ろで、隣の梅ちゃんが、ずっとくっついて。そして、僕が、怒られていたら笑ってしまうという緊張感の中だからこそ笑ってしまうという病気を持っていて、社会不適合者なんでしょうね。だからこうやって YouTube というしょうもない媒体でうまくやっていけてるというところがあると思うんで。でもう一つなんですけど、本編ではまあ流れてなくて、マキヒカチャンネルで梅谷選手が喋ってたんですけど、いやみんなの前で発作が出たと。じゃあ発作なんだっていうところで、大人に怒られて自分のプライドもあるし、ヘディングも被り散らかして、もうやらなあかんっていう状態で変なこぎ方して、そこ運搬にミドル当てられてケツだけ当たって、それを何台も止めカメラに収められてるもんやから、もうそれ起き上がった瞬間、いやあ、そのシーンがカットされてるから、カットされてる。まあ、そこは本当に未公開で流れていなかった。そこは流してほしかったなっていうところと、じゃあラスト1個何かっていうと、これですよね、僕が言ってたのはずっと。これも本編で流れなかったし、未公開でも流れなかったんですけど、本当に指導されたんです。ガコンガコンって、ジャーンジャーンって、体を持ってね。そこは僕が、めっちゃ嬉しいんです。そこまで熱くなって指導していただいて、ウィナーズの強くなるためにトゥーさんを教えていただいたんで、そこを僕は言ってたんですよ。ほんで、トゥーリオさんに怒られたシーン全カット。マジでカットされたな。ほんまに止めて、もう空気悪なるぐらい。俺はそれを見たかった。この辺まで出てきて。こんなさ、全カット。負けるんじゃねえぞ。お前の夢は、かつて共に涙を流した仲間たちの夢だってことを忘れんじゃねえぞ。どんな偉くなっても、マキヒカらしくあれよ。